見せてもらおうか、期間限定ナピートの性能とやら。Welcome to Ted Hammer TV, and here's your host, Ted Hammer! どうも、アメリカ育ちの大和魂こと、テッドです。ついに待ち待ったあのシリーズの最終章、機動戦士ガンダムユニコーンのエピソード7、虹の彼方にが先日5月17日からイベント上映、配信、そして劇場でのブルーレイ先行発売が開始されましたが、皆さんもうご覧になりましたか？私はですね、残念ながらまだなんですよ。マジ見てー。ま、DVD は予約してありますんですけどね。6月6日にブルーレイや DVD が発売されますんで、まだ見れてない皆さんはぜひ下のリンクをチェックしてみてください。あー、ということは6月以降まで見らへんっていうことになんねんな。どうなるんやろ。新しいモビルスーツって出てくるんやろか。旧キャラ何歩ほど登場するんやろ。ネオジオングって一体何なん。バナージとリディのバトルはどないなる。マリーダ、ジンネマン、ミネバ、ラプラスの箱、結局フルフロンタルってシャア。ふぅ、あかん、我慢できへん。よし、ナンバー行こう。皆さん、南海電鉄のラピートっていう電車をご存知です？ラピートとは速いっていう意味のドイツ語ラピッドに由来しているネーミングで、大阪の難波と関西国際空港を最短で結ぶ空港特急なんです。レトロフューチャーをデザインコンセプトとしているので、その先頭部の奇抜なデザインから鉄人28号とも呼ばれてるんです。なんとなくわかるでしょ。それがなんと機動戦士ガンダムユニコーンと南海電鉄の夢のタイアップが実現したんです。機動戦士ガンダムユニコーンエピソード7虹の彼方にの公開と、空港線開業ラピート運行開始20周年を記念し、あの鉄人28号という異名を持つ青いラピートが赤い彗星の再来、特急ラピートネオジオンバージョンに変身し、4月26日から6月30日まで期間限定で運行してるんです。走り出してから約1ヶ月になっていますんで、大阪難波から泉州にかけての地域に住んではる方々にとってはもうお馴染みですよね。そしてすでにもう多くの YouTuber がこの車両を撮影し動画アップしていますわ。私もそのうちの一人。あは！ということで、私も見てきましたので、その模様をじっくりご覧ください。OK, here we go! ビデオスタート。皆さんご覧になりました？すごいでしょこれ。フルフロンタル専用のラピートですわ。かなり控えめに撮ってますけど、め
めっちゃかっこいい。どうです、かっこよかったでしょう。この赤い特急ラピートは先ほどご紹介しましたように6月30日までの運行ですので、見たい方はお早めに行くことをお勧めします。感動しますぜ。下に赤いラピートについての特設ホームページと時刻表のリンクを貼っておきますんで、ぜひ見に行ってください。それでは皆さん、次のアップまで See ya! Bye! いつもご覧になっている皆様のおかげで、今回の動画で通算52本のエピソードをアップすることができました。本当にありがとうございました。で、このかなりキリのいいタイミングでしばらくお休みをいただこうと思っています。といっても2週間ですけどね。で、次回のアップは6月の中旬、もしくはそれよりちょっと早くなると思いますが、53本目の動画は YouTuber2 年目になって一発目の記念動画となります。まあ皆さん、6月とネタが盛りだくさんですよ。特に次回の記念動画ではかなり大きな大きな買い物をしてしまいました。え、ヒントですか？ガンキャノン？え、もう一つヒントですか？それじゃあマーク2をアルファで撮る。もうわかったかな？では皆さん、次回に